今回とんでもないことが分かりました実はアメリカやカナダの一部に中国製の軍事用の気球と言われている不気味なこう浮遊隊があったわけですよねでこれをアメリカ空軍が撃墜して中国に激怒して回ったわけですけども中国は観測用の気球気象観測用の気球が軌道外れてたまたま行ってしまっただけなんだというふうに、ね、釈明しておりました まあここでね、私の方に極秘情報が入ってきたわけなんですよ。まずはこの気球を拡大した画像をちょっと見てみましょう。はい、えー、これです。何やら文字のようなものが見えるわけなんですよね。これを専門家によって解析するとグランドオープン。カタカナでグランドオープンと書いてあることが確認されたらしいんですよ。まあ、つまりこの気球は、 米中双方の言い分が誤りでやったことを示しているんですが、まあ単なるね、スーパーマーケットの真相回転のお知らせの気球が、なぜか知らないけども、こうね、アメリカの上空に紛れ込んだということらしいんですよ。まあこのスーパーがどこの会社なのかってことは、もう今となってはね、ちょっとやばいんで言えないという。でもまあこれによって日経平均株価は300円の上昇を見せたそうなんですよ。いや、怖いですね。 スーパーのアドバルーンも上げ時を考えないと米中対立、核戦争の引き金になったりしますからね。まあ、本当に気をつけていただきたいと思います。それでは。